こんにちは、メディカルハーバリストのリエゴです。今日は皆さんにですね、これから初めてハーブを学ぶ方の、こうどんな風に学んでいけばいいかっていうね、こうステップをステップ1、2、3までお伝えしたいと思います。まず最初にステップ1の前に、スクールに入るか自分で勉強するかによってちょっと変わってくると思うんですけど、はい、どちらでもいいと思うんですよね。スクールに入った方が合ってる方もいらっしゃれば、スクールじゃなくても大丈夫な方もいらっしゃると思います。まあ、ただスクールに入った方が間違いなく覚えれるっていうね、それはちょっとあるかもしれないですよね。特に上級になってこれば、なるほど、ある程度、まあ、師匠じゃないですけど、先生にね、先輩についた方がよりたくさんの知識が学べますが、最初の一歩は正直、ご自身でね、学ぶことができると私は、ね、思います。私自身もそうだったので、はい。で、何を最初にステップ1で必要かというと、この場合、まあ、本とかがあるとすごく便利です。はい、私もね、本を書かせていただいてますけど、はい、ね、こんな風にハーブの本をね、利用して、ハーブの使用法、ハーブってどんな風に使えるの、あとはハーブってどんなものなの、あとは使用するときにどんな形でハーブで使えるのっていうものをですね、学んでいくといいと思います。例えばハーブは引用だけじゃなくって概要もできます。はい、で、例えば引用の場合、お茶にした方がいいのとかね、こういうハーブね、レモンバームとかありますが、お茶にしたらいいの、それとも煮込んだ方がいいの、ね、あるいは、ね、こういう液体で鎮気剤に、ね、した方がいいのなんて、そういう、こう質問もね、応用出てくると思うんですけど、いろんな形で飲むことができるんですけど、その飲み方とかそれぞれの材料の違いを学んでいくと、次のステップにとても進みやすいと思います。はい、で、あとはですね、飲み方とか使い方を学んだら、ハーブとは何かを学んだら、ステップ2として個々のハーブを学んでいきます。その時に本をやっぱりあった方がいいんですよ。便利です。はい、例えばこうな、目の前にこうレモンバームがあっても、ね、情報がないと何に使えるか分かりませんよね。今は、まあ、ネットがありますから、ネットでこう情報を引き出すこともできますけど、例えばね、レモンバームはどういうハーブかっていうことを、ちょっと待ってくださいね、先ほど、はい、こんな風にね、私も本で書いてあります。で、本の選び方のポイントの一つになってくるんですけど、レモンバームっていう名前があったら、必ずですね、学名が書いてあるそういった本を選んでいただきたいと思います。で、あとは一つ一つのハーブを学ぶには、一つ一つの薬効、薬理作用がね、どんなものが書いてあるかが必要になりますから、で、薬理作用が書いてあること、あとは、どんな使い方ができるか、ね、使用法、あとは使用の注意事項。実はハーブってね、薬草ですから、ものによっては、注意をしなきゃいけないことが結構あります。はい、なので、そういった注意事項が書いてあるようなハーブをの、ね、個々のハーブの紹介が載っている本をぜひ選んでいただきたいと思います。別に全然私の本だけじゃなくても、素晴らしい本たくさん今日本で出ていると思いますので、自分が読みやすくって、そういった情報が全て入っているものをまず選んでいただき、できれば、ね、私も写真載せてるんですけど、本に。ただ、まあ、ページ数の関係で大きな写真が載せれなかったんですね。なので、そういった詳しい、ね、薬理作用とか飲み方とか、詳細が書いてある本別にですね、はい、このように写真がきれいに載っている本、それぞれのハーブのビジュアルが分かる本っていうのを1冊でも用意すると、とっても楽しくハーブを覚えれることができます。これ私のおすすめです。やはりね、ビジュアルで覚えるってすごい大事なんで、頭に入ってきやすいです。
なので、そういったね覚え方をする。で、順番にね、1回にね10個とか20個とか絶対覚えれないので、一つ一つゆっくりゆっくりでいいので、順番に覚えていきましょう。で、私のおすすめがその時には、自分が気になるハーブからでいいと思います。例えばね、なんかペパーミントが気になるとか、レモンバームが気になるとかね、そういった感じで一つ一つのハーブをこう学んでいくと、とても自分の中にハーブのねこう情報が入ってきやすいんじゃないかなと思います。で、ステップ3なんですけど、こちらはこれも個々のハーブを学ぶときにおすすめなんですけど、ちょっと別の動画に移ります。はい、ハーブの学び方その3ですね。はい、で、外で学ぶ、実際に見ながら学ぶってこともとっても楽しい学び方です。で、私が今ね実際にどんな感じで学べるかをですね、少しだけご紹介しますね。はい、こちらネトルとクリーバーズですね。面白いんですけれども、だいたいこの2つのハーブ一緒な一緒な土地にというか、だいたいこう仲良く育ってる、自生していることが多いです。で、春のハーブですよね。で、春のハーブって、こう春に出てくるハーブって、春のこの状態、状況の時に、季節にですね起こり得る、症状に割とよく使われるっていうのもまた面白いところです。ネトルね、はい、毛が生えてますけど、これに触っちゃうととっても痛いです。で、すぐね、まあ、今横に来たんですけど、はい、こちらはですね、リブアートですね。リブアートは、プランター号、プランテンの大箱の一種なんですけれども、これもですね、私とってもねよく花粉症に使うハーブの一つです。もう一種類の大箱もさっきあったんですけど、そう、面白いのがこんな広いのに、ここのエリアはこの子なんですよね。で、他のエリアにはプランター号、ランセオラ、これはプランター号ランセオラータで、で、もう一つのプランター号メジャーっていうね大箱が多かったりするんですよ。こうそれぞれ縄張りがあって面白いなと思いますが、ネトルにね、もしちょっと触ってしまって、ですごく痛いとかね腫れてしまったら、本当はね大箱、そのプランター号メジャーの方がいいんですけど、この子でも十分です。で、この子をですね、こう1枚葉っぱを取って、で、その患部にね、こう柔らかくしてから患部に塗り込むと、すごくね痛みが和らぎますので、もしお外でね、そうなりましたら、ぜひ試してみてください。で、こちらがね、つぼみができていますが、ホウソンですね。すでにホウソンの動画を上げたんですけど、こうやってね、一個ずつハーブを見て、そうね、1日に2個から3個でいいんじゃないかしら。で、もし季節であれば、この子ちょっとまだ早いんで、最初はできないんですけど、そうそう、だからね、そう、最終、ね、こう収穫ね、収穫をする時期とかも、自然の中だと学べるんですよね。いつとってもいいっていうハーブもあれば、まあ、できればこの子だったら開花時期と、あとは実がなった時、でも実がなってすぐに取るわけじゃないの。そういったことはね、やっぱり自然の中から学べますので、こういったね、利点が、ね、青空の下で学ぶというハーブの学び方の醍醐味と面白さと、あとはとても大切なことが学べるというね、良さの一つです。はい、外で学べる方はぜひ外で学んでみてください。植物園とか薬草園とかもね、お近くにある方はそういったものも利用するのがいいかなと思います。で、まあ近くにねそういう場所がない方は、こういった本を利用する、ね、写真を見ながら勉強する。で、あとね、私のおすすめが、とにかく一個一個ねゆっくり
覚えてってください。すごいたくさんの情報がね、一つ一つのハーブに入っています。で、私の本でもねこう書きましたけど、ハーブって薬効ありますよね。で、薬効を学ぶときにぜひねトライしてほしいなって思うのが、だから1日2個とか3個で十分なんですけど、実際に学んだハーブね、こう目で学んだハーブ、文字で学んだハーブをですね、実際に口にしてみる、飲んでみるということで、またですね深く学ぶことができますので、ゆっくり落ち着いて焦らずにハーブをね学んでいってください。はい、今日の、ハーブの学び方の情報はここまでです。それではまた。